皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです、今月号のフローリストオンラインハウトゥードゥーガは2月号ということで、こうバレンタインデーに贈りたいお花です。まあ、バレンタインデーですからね、別にこう、まあ、日本では女性から男性っていう感じですけれども、まあ、海外行ったら完全に男性から女性が主流なんで、まあ、今回はじゃあね、このフラワー TV を見てくださっている皆様にですね、まあ、男性から男性でもいいんで、僕からあなたにこう贈りたいお花を作っていきたいと思います。でまた、まあ、バレンタインデーですから、まあ、イメージ的にはこうハートなんじゃないかと思うんですよね。なのでこうちょっとハートっぽいイメージの花束を作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。でまずこうハート型っていうとね、まあ、あなたまでこうハート型にするのはなかなか、まあ、難しいじゃないですか。だからまあこういう、これ今回こうレッドウィローっていうね、サンゴミズキではないです、レッドウィローという枝物です。これを使ってこうするとほらほらこうハートっぽくなるじゃないですか。だからこれを使ってハートっぽく作っていきたいと思います。まあ、ここの接点ですね、接点、まあ一番最初はここの先っぽのここをワイヤーでこう結んで、で次にここをこうワイヤーで結んでいくとこうハートっぽくなるんですけど、これをこう結んじゃうとこう何ですか、花束は作りにくいんですよね。だからこれに少しこう交差させてこういう風にハートを作っていくと、ここに隙間ができるじゃないですか。これをここにこう花をうまく入れ込めないかなと思ってます。ではちょっとここをワイヤーで結んでみます。ここをワイヤーで結んでみました。で2箇所ワイヤーで結んで、まあ、こんなね、こんなような感じのこうハート型にね、まあ、こう土台につく花束のメカニックですね、できました。まあ、あとはこの辺り、今この辺りハートのこの辺りって何もないじゃないですか。このね、花束のこうコンストラクションっていうか、こう土台のを作る際にこういう広い面があると非常にこう花束作りにくいんですね。なのでちょっとこの面にもう少しこう線を加えていきたいと思います。はい、間にねちょっとこう線を入れてみましたちょっとこうセンスがあるかないかは別として線を入れてみました。で今ここにこう広い面があるじゃないですか。ここはもうイメージ的にはちょっと何かを流すとかね、そんなイメージで、まあ、ここの辺にこう密にこう花が入るような感じにしていこうかなってことで、ここが密になってここが層になってますね。こういうコンストラクションです。これにお花を入れていきます。はい、こういうコンストラクションなんですけれども、で最初はですね、まあ、このままでもできるんですけど、まあ、持ち手をつける、ワイヤーでこう持ち手をつけてあげると、まあ、慣れてない人でも簡単にできます。なので、まあ、最初はね、持ち手をつけましょう。僕も今じゃ持ち手つけます。はい、こういう、見えますか？ワイヤーの持ち手をつけました。そうするとこう持ってこの土台が安定しますよね。だから花束を作っていくときに作りやすいんです。でまあこの、番号ですね、ワイヤーの番号はまずこのこういうとこ止めてあるワイヤーは26か、まあ、28か、そしてここの今土台を支えるワイヤーですね、これは20か22かあたりを使うといいと思います。では早速やってみましょう。
つと人々の群れ、意味なんかない桜しがあるだけ、ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。物心ついたらふと見上げて思うことが、この世にいる誰も TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。よろしくお願いいたします。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。